1年間お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日は、はい、今日は何だったんでしょう。今日は最下位でした。よく2ラップ目はいい走りできたんですけど、1ラップ目がもう不完成でダメでしたね。はい、まあしょうがないですよ。もう勝負なんで、これはいい時もあれば悪い時もあるし、悪い時も俺も自分の実力なんで。今日の実感としてはどんな成績はともかく、はい、走りはどうだったんですか。7ラップ目はなんかちょっとチグハグしてる感じがすごくして、その波を断ち切れなかったですね。なかなかやっぱ難しいスポーツだなって再確認しました。今年1年はどんな1年だったでしょう。今年1年ですか。いや、充実してましたね、本当にすごく。自分のやりたいことが全部できたから、まあ、それが技術につながったところがあったし、まあ、成績になかなか結びつかなかったのは、まあ、ちょっと悔いは残りますけど、その自分の取り組んできたことに関しては、今これしなきゃいけないってことは全部やってきたんで、すごく充実した1年でした。じゃあこれでまた、いや、もう今年がこれで、今シーズンかけて引退なんで、もうやりきったんで、心残りは、悔いはあるけど心残りはないっすね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。